皆さんこんにちは、ジャスミンアリスです。お久しぶりで元気ですか？まず、新年明けましておめでとうございます。2021年、入りましたね。皆さん今年は、どんな1年にしていきたいと思いますか？思ってますか？私は、YouTube の方もマイペースにちゃんと更新を続けていきたいなって思います。今日は、2020年の振り返りっていうテーマで話していきたいと思います。で、まずじゃあ2020年の振り返りの方から、皆さんと一緒に始めていきたいと思うんですけど、今日は、この動画は、聞き流すとかっていうよりもどちらかというとワーク形式にしていきたいと思ってるので、見てる皆さん、もし紙と鉛筆とノートがあれば、そういうのを準備して聞いてもらえたらいいなって思います。で、まず最初にですね、2020年のこうハイライトといえばあいつですよね。はい、あの子が世間を騒がせたっていうニュースありまして、あの子とかって言ってますけど、私名前言っちゃいますけどね、ウイルスさんがね、世間をね騒がせて、ニュースで見ない日はないなっていうぐらいな感じで、今年のハイライト、全人類、地球上の人類の全員のハイライトだったと思うんですけど、実は去年の12月じゃないな、10月、ちょっと冬頃ですね、寒い時期にワークがね降りてきたんですね。で、この動画を、初めて見る方のために一応説明させてもらうと、私は2018年頃から少しずつそのスピリチュアル的なアウェイクニングって言って、なんかこう自分で言うのもおこがましい感じがするんですけど、目覚めのプロセスに入ったんですけど、その、一環でですね、なんかこうよくわかんないですけど こう受け取れるようになったっていうのがありまして、情報とかなんかインスピレーションとかが降りやすくなっているっていう私なんですけど、そんな私にそのある存在って、誰が送ってきてくれてるのかちょっとまだわからないんですけど、コロナの意味みたいなことを降りてきたんですね。で、物事すべて意味があるんですけど、あるんですよ。で、まずこのコロナっていうのが、私たちに呼びかけてくれている意味っていうのを考えるにあたってですね、実はその意味っていうのは一人一人、私たち人間一人一人によって意味が違ってきてますっていうことを、教えてくれたんですね。そうで、これは一言で言うと相対的な現実っていう、相対性っていう言葉って、アインシュタインの相対性理論とかでも使われてると思うんですけど、現実の認識の仕方っていうのは私たち一人一人によって感じ方が違う、現実の見方が違うっていう、ことを聞いたことあるかもしれないんですけど、そういうふうにコロナ一つとっても全員にとっての共通の意味っていうのではなく、私たち一人一人に個人個人によって意味っていうのが変わってくるっていう面白いことを、教えてもらいました。はい、だからこそ、そのコロナ自体がどうだっていうよりも、そのコロナが私に与えてきてくれている意味って何なんだろうっていうことを考えるのが大事なんだよっていうふうに、言ってきてました。はい、で、一つその考えるきっかけになったのが私自身の、経験、体験っていうことなんですけど、去年の、いつか忘れちゃったんですけど、ある時お風呂に入ってて、お風呂に入ってると、なんかこう感覚もリラックスしてこうぼーっとしてるからなのか、なんかこう、水が張ってるからなのか降りてきやすいんですよね。なんかトイレとかお風呂とかトイレとか、なんか個室で密室で空気がややこうなんか綺麗なんて、なんていうの、なんかそんな時に私がその浴槽というか湯船に使っていたらですね、あるインスピレーションが降りてきたんですよ。で、そのインスピレーションっていうのが、これちょっと読み上げますね。メモしてるんですけど、ちょっとメモここにメモがちょっと読み上げますけど、死ぬ間際の自分が一番後悔しているのが今だとして、その時の自分が今の自分にメッセージを送ってきてるんだとしたら、今の自分は何に気づいて何を変えなきゃいけないのか
っていうのを考えるようにっていうふうに降りてきたんですよ。うん、つまり、私たちがちょっとじゃあ想像力を働かせてですね、まあ、何歳で死ぬかっていうのはちょっとわからないですけど、まあ、死にますと、もうすぐ死にますっていうあの時になった時に、一番その人生を終える時に後悔 したっていうのが、今そのコロナが起きたこの2020年今っていう、時だと仮定した場合、ね、だから結局後悔をして、未来の自分は後悔してる。で、だけど今に戻ってこれるとしたら、私たちは何をこう変えていかなきゃいけないんでしょうかっていうことを考えるようにっていうふうにあのメッセージが降りてきたんですよ。で、ね、そう、これがだから直接のきっかけ、私の場合のきっかけになったことなんですけど、で、これから、皆さんと一緒に、5つの質問に、問いかけに答えていくっていう作業を、ぜひ一緒にやっていきませんか。私があの質問を問いかける、投げかけるので、自分の答えは何だろうっていうのをぜひあのぜひぜひね、紙に書き出してみてくださいね。はい、で1つ目の質問ですよ。コロナは一般的に世間的にどのようなイメージで捉えられていますか。これが1つ目の質問です。はい、コロナは、世間的一般的にどんなイメージで捉えられている、認識されているかっていう質問、これの、答えをまず皆さん、書いてみてください。はい、でこれ何回も言いますけど、私が考えたワークではなくて降りてきたワークなんで、まあなんかその人間レベルのジャスミン・アリスが言ってるっていうより、なんていうかな、もっと、なんか高次元というか、より大きな存在が、皆さんに考えて、真剣に考えてほしいって思って多分言ってきてるはずです。なので、ちょっと考えてみてください。はい、この動画を一時停止して、じっくり取り組んでみるのがいいかなと思います。ですかね。では、次の質問に行きます。でちなみにあの私自身の回答っていうのも私も取り組んでみたんですけど、最後に自分の答えも、皆さんにシェアさせてください。で2つ目の質問いきますね。私のコロナに対する考え方は、どうですか。どんなイメージがありますか。もしくはどんなイメージがありましたかっていう質問です。私自身のコロナに対する考え方、イメージはどんなものですかでしたかっていう質問です。ぜひね、取り組んで書いてみてください。書き出すと意外と頭で思ってるよりもいっぱい出てくるなっていうのが分かると思います。はい、では、次の3つ目の質問に行きたいと思います。コロナが私にもたらした負の面、つまりデメリットは何だと思いますか。コロナが私にもたらした負の面、つまりデメリットは何だと思いますか。はい、これを考えてみてください。で、これをまあ考えるときに、一応2020年、そうですね、春夏秋、まあ、春頃からこうバーンとねダメージが大きかったと思うんですけど、ちょっとねその時の過去にちょっと遡って考えてみる、具体的にイメージしてみるっていうのがいいと思います。はい、では4つ目の質問に行きます。コロナがあったからこそ成し遂げることができたプラスの面は何ですかです。コロナがあったからこそ成すことができたプラスの面は何ですか。はい、この質問にぜひ答えてみてください。ぜひね、動画を、まあ、一時停止してゆっくりあのたくさん書いてみてください。はい、たくさん書き出してくださいね。では最後の質問、5個目の質問に行きます。コロナが起きる前と起きた後
で、自分の内側に起きた変化は何ですか？コロナが起きる前と起きた後で、自分の内側に起きた変化は何ですか？どのように考え方や行動が変わりましたか？これをぜひ考えてみてください。どんな風に考え方や行動が変わりましたか？そうですね、はい、皆さん書き終えましたかね。多分ですね、なんとなく見てくれてる方もいらっしゃるかもしれないし、実際真剣にこう書いてくださってる方もいらっしゃると思うんですけども、本当にね、こう集中して真剣に取り組んでこう書き出してみると、なんかね、気づくことがありますよ。発見、なんか、みたいな、なんか、そう、なんかね、世間ではコロナはもう本当にマイナスのこととして捉えられていますけども、その人間の時間の使い方とかね、時間に対するというか、制限、制約に対する認識とか、そもそもの大前提っていうのが、どんなふうに私たちはそれまで世界を見てて、コロナが起きた後に世界を見る見方が変わったかっていうことが、実際書き出してみると、ほうほうほうってなると思うんで、ぜひ書いてみてくださいね。はい、で、じゃあ、私の答えをですね、シェアさせてもらおうかなと思います。はい、1個目の質問の、コロナは世間的にどんなイメージで捉えられていますかっていう質問に関しての、私、ジャスミン・アリスが書いた答えは、ネガティブなイメージ、悪いイメージ、怖いイメージで、気をつけたり警戒しなければならないものっていう、認識で捉えてました。イメージがありました。で、2つ目の、私のコロナに対する考え方はどうですか、どんなイメージがありましたかっていう質問に関しては、私自身はね、書いたの大して気にすることはない、世間はオーバーに騒いでいるっていうことを私は、最初からかな、感じてましたかね。はい、で、3つ目のね、コロナが私にもたらした負の面、デメリットは何だと思いますかっていう質問に関してなんですけど、これ実は、出てこなかったんですよ。私の場合ですね。私の場合は出てこなかったです。デメリットが。はい。皆さんはどうでしたか？もし気が向いた方は、動画のコメント欄に、答えを書いてみてくださいね。はい。で、4つ目の、コロナがあったからこそなすことができたプラスの面は何ですか？っていうことなんですけど、この質問に対する私の答えっていうのがめちゃくちゃ出てきて、一応その多すぎるからちょっと厳選して、バーッと話すと、家族と過ごす時間が増えた、自由度が増えた、ゆっくりする時間ができた、時間スケジュールに追われなくなった、未来について考える時間や取り組む時間が増えた、本当の自分のさまざまな面、ネガティブポジティブ含むに気づけた、あと家事をやらなくて済んだ、貯金額が増えた、仕事に行かなくても一時的に仕事に行かなくても良くなった、猫の世話の負担が減った、やりたいことをやる時間が増えた、本当はやりたくないことに気づけたっていうことを書きました。バーって言っちゃったこれね、一個一個説明したら多分動画めちゃめちゃ長くなっちゃうと思うんで、全部シェアできないんだけど、とにかくね、私はね、その世間のニュースで騒がれてるこのタイトル、この恐怖不安、なんか人間にとって良くないとかっていうのと、反面、自分自身がそのデメリットよりもなんかね、メリットの方が実際大きかったな、2020年多かったなっていうふうに私は感じたんですね。そうで、そうですね、なんだろうな、もちろん多分皆さんそうだと思うんですけど、全体的にこう考える時間が増えたと思うんですね。で、その時間、考える時間が増えると何がその起きるかというと、感覚が戻ってくるっていうか、感じる時間が増えるっていうか、つまり時間がこうできる
とそこに何かが流れ込んでくるわけですよね。それまで埋まってたスケジュールが急に開くと何かがそこに空白ができるんですけど、空白のままいることはなくてそこに何かが流れ込んでくるわけじゃないですか、うん、でそのことのその場合の私のポジティブな面プラスの面がとても多かったわけですね。こう書き出して気づいたんですよ。わあこんなにあったみたいな、なんか時間スケジュールに追われなくなった、これすごく良かった、大きかったですし、なんかゆっくり散歩する時間ができたんですよ。外を歩く時間、うん、なんか自然にこう触れれる時間ができた。不思議なことに、まあ、皆さんね、こういろんな方がいらっしゃると思うんですけど、私の場合、まあ、一時的になんですけど貯金額が増えたっていうのもあって、なんかネガティブなはずなのになんかポジティブな効果エフェクトが、うんと、まあ、それは偶然とかまぐれでじゃないんですけど、結果として起きてて、うん、でまあそうですね、まあこれちょっとね、自分の身に起きた不思議なことはちょっとまた別の動画で話そうと思います、うん、これはみんなと一緒に振り返る時期の動画なのでちょっと置いといて、はい、で5つ目のですね、コロナが起きる前と起きた後で自分の内側に起きた変化は何ですかの質問に関してなんですけど、これもね、ちょっと6つほど出て、5つほど出てきたんですけど、まずですね、世間に対しての自分の見方、なんか店舗営業を短縮したとしても特に問題はないんだって思いました。そのあらゆる職種業種の営業時間がなんか短縮されてましたよね。こうサービス業とかもそうですし、飲食店もそうですし、でそういうのは特にそのこれまで例えば10時まで営業してたものが6時になったとて、その差し障りないなと、なんか対して、ちょっと待って、私なんか難しい日本語使いすぎちょっとなんかちょっとね、普段使わない日本語使ったから自分であれってびっくりしちゃいましたけど、うん、なんかね、そう2つ目の答えは、外食より、自炊のご飯の方が健康的で美味しいってことに気づきました。結果ね、その自炊をする時間が圧倒的に増えたんですよね、私の場合。なので自分でご飯を、まあ、作って、まあ、自画自賛するわけではないですけど、まあ、まあまあ美味しいなみたいな、なんか外食のご飯は外食のご飯で美味しいんですけど、こう、まあ、味も濃いめに作ってあるわけじゃないですか。で自分で作ったご飯っていうのは自分好みの味付けにできて、なおかつ、まあ、栄養面とか栄養バランスとか、まあ、いろんなものををね、考慮してね、自分の体調に合った食事を組み立てられるので、なんかいいなって思いましたね、はい、で、3つ目なんですけど、これまで無駄に拘束されてた時間が多かったってことに気づきました、うん、無駄に拘束されてた時間が多かった、これ多分中にひょっとして挙げてる人いるかもしれないですね。拘束時間がなんか長い、多いみたいな、なんかそれは別に仕事だけに関することじゃないんです、だけじゃないかもしれないですね。そのやらなくてもいいことがこんなに多かったんだみたいな、わかります？なんか本当はこれ削ってもよかった、なんかこれも削ってもなくてもよかったのに、なんか入れてたみたいな、一日のスケジュールや予定の中に、そうっていうことに私は気づきましたね、うん、で、もう4つ目なんですけど、自分が本当にやりたいことにもっと時間を使うべきだったなっていうことに、気づきました、うん、自分が本当にやりたいことにもっと時間を使うべきだった、うん、これはある種ちょっと後悔にも似た思いなんですけど、やりたいこと、なんか自分の一日の時間、まあ、人生の時間って限られてるわけなんですけど、一日まあ24時間だとして、まあ、24時間なんですけど、その限られた時間をうちらはうまくこうバランスを取りながらやりたくないこともやりたいこともやってると思うんですけど、中でもその自分にとっての優先事項の高い順番から取り組んでってると思うんですよ、うん、皆さんね、例えば朝起きたらまず歯磨きして、ね、服着替えて時間通りその出社時間に間に合うように家を出るみたいなことって優先順位高いじゃないですか、うん、当たり前のようにやってますね。でところがその自分が、本来やりたいこと、なんか本当に人生かけて本当やりたかったっていうことはなんかね、後回しにされがち、そう、それはなんとなく自分の中で優先順位の低い方の位置づけにどんどん落とし込まれていってたっていうことに気づいたんですね。
うん、っていうのは結局、一生を振り返った時にね、その最初のテーマの話に戻るんですけど、自分が死ぬ時になって一番後悔することってなんだろうっていうことから考えた時に、時間の使い方だと思うんですよね、うん、一日一日をどう過ごすかっていうのの積み重ねが自分の一生を作るわけなので、自分は本当に大切なもののために時間を使えているのか、自分が大事にしたいもののために時間を割いて優先的にそれを使っているのかっていうことを、私は反省しました、自分自身、うん、はい。で、5つ目がですね、どんな風に考え方行動が変わったかっていうことの答えの5つ目が、ゆっくりすることは悪いことじゃないし、もっとみんなはゆっくりして自分のための時間、つまり、内面を見つめる時間を持った方がいいと思ったっていうことを書いてました。そうそうそう、なんかね、さっきの答えともね付随してくるんですけど、なんかね、こうやっぱり日本人、特に日本人のマインドの中にこうすごく深く根付いてる、効率的に生産的に、仕事をこなす、なんかこう社会に貢献してなんぼだみたいなね、その自分の価値っていうのは、まあ、市場価値であるみたいな感じ、その労働力、労働の生産力みたいなものから自分のこう価値を判断する、考えるっていうことですね。だから、休む暇があったら働けみたいなこう思想、マインド、考え方がなんかすごくこう世間にあふれてる感じが、全体的にね、日本人勤勉ですからね、あると思うんですね。で、まあ、そうですね、このマインドっていうのは、まあ、私の考えですけど、第二次世界大戦に敗戦をして、その後ね、高度経済成長期で私たちは本当に労働力としてね、もう本当にこう惜しむ間もなくね、努力を惜しまず働いてきたわけなんですけども、うん、経済成長のためにね。で、そのマインドのこうなんていうのかな、アフターエフェクトですねっていう感じに私は思ってるんですね。うん、で、まあ、2020年にコロナが起きてくれて、まあ、起きてくれてっていう言い方も変かもしれないですけど、もっとみんなはゆっくりしていいんだよ、なんか自分のために、自分の人生の時間なんだから、自分の内面を見つめて、自分が本当にやりたいことは何だったっけ、今の時間の使い方で合ってるのかなっていうことをこう改めてね考えさせてくれる、そのためにコロナが起きてくれたんじゃないかなっていうふうに、まあ、私のコロナに対する意味は、そんな風に出てきました、うん、皆さんの答えはどうでしたかね、うん、2020年の、まあ、振り返りの、今ね動画を作ってるわけなんですけど、まあ、2020年ねコロナ全く影響されなかったよっていう人とかもいるかもしれないですし、うん、この5つのワーク、質問に対する答えね、このワークが、そうですね、全てじゃないと思うんですけど、ただ、全人類がね今この課題に直面していて、みんなが見てる方向がなんか一つじゃないですか。で、これってある意味、まあ、ピンチでもあるけれどもチャンスかなとも思っていて、私たちが、物の見方をどうね変えていくか、転換していくかで未来は変わっていくので、それをねぜひね時間をとってゆっくりね考えていくきっかけになればいいなと思って、この動画を今、作って撮ってます。では、本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ジャスミンアリスでした。私は、今年 YouTube を、さらに頑張っていこうかなって思っているので、もしこの動画がいいなって思ったり、この子を応援したいなって思ってくださった方がいたとしたら、チャンネル登録と高評価ボタン、グッドボタンをぜひ、押してもらえたら、頑張れます。あ、じゃなくて、頑張らな、まあちょっと押してくれたら励みになるし、今後も、頑張っていきたいと思うので、ぜひ、引き続き応援よろしくお願いします。またねー。